はい、どうもこんにちは、クワトルです。本日はですね、風子戦場もいよいよ本戦が始まったということで、クワトルチャンネルではいつも敵を先取りして、今回は200ヘルフルオート想定編成の紹介ということで、今回も7編成考えてきました。実際今出てる敵は95ヘルだと思うんですけど、まあ明日解禁される150ヘルのフルオート想定とかももう動画にしているので、概要欄に動画のリンクを貼っているので、ぜひそちらもよろしくお願いします。じゃあここから先はですね、うちのチャンネルのメインヒロインのスワゴちゃんにいつも通り解説していただこうと思います。最近は暑かったり寒かったり大変だね。体調に気をつけて古戦場を楽しんでいこう。それでは行ってみましょう。まず、今回編成を組む上で紹介する項目はこちらです。こちらの3項目について考察していきます。それではまず敵の情報からです。前回と同じパターンであれば敵のスペックはこのような感じです。150Hz と比較すると HP は約2倍です。また、敵の HP ごとの行動もこのようになっています。200Hz の特徴として、HP トリガーの多さがあります。特に後半は4回もあるので、何度も連続で特殊技を踏むことになるでしょう。また、25の辺の力解放で、敵の攻撃力アップとなっていたので、後半のトリガー数と相まって、かなり攻撃は苛烈となるでしょう。95Hz の敵からも大体のパターンが予想できます。95Hz からは攻撃力アップと防御力ダウンが追加されました。200Hz ではバフの追加もあると思うので、マウントやディスペルの重要性がより上がっていきそうです。今回の敵は全体攻撃なので幻影は有効ではありません。代わりに非ダメージ反撃系のキャラは相性がいいです。エニオやアリーザは火力期待値が高いと思います。あとは注意すべきところがこの部分。前回同様、敵が通常攻撃するたびに特殊効果が発動します。今回の敵は追撃と余ダメージ加算効果です。90Hz に比べ 95Hz では余ダメージ量が上がっているので、150Hz 以降はかなり通常攻撃が痛いと思います。なるべくターンダメージを上げて素早く倒すか、回避系のキャラを採用するのもいいかもしれませんね。次に主人公ジョブの選択についてです。私の個人の考えではありますが、200Hz フルオートに適性があると感じたのは、この4種類のジョブです。メイン武器との兼ね合いもあるので、詳しくは3で解説します。次に 200Hz フルオートで適性がありそうなキャラ一覧です。今回もこの3つのタイプに分けて紹介します。まずは攻撃系から。200Hz は長期戦になるので 150Hz と優先度を変えています。特に適性が高いのは上段の5名です。火力はもちろん、役割の多さも評価ポイントになります。200Hz 想定ならリッチとバンピーは特攻クラスの性能です。討伐ターン数が伸びるためシャルロッテの評価も上がっています。13ターン目に使える1アビの吸収は回復上限がないため、数万単位で HP を回復してくれるでしょう。今回の敵は全体攻撃なのでエネオの評価も高いです。ナルメアは火力以外の役割を持てないので評価を下げました。ただし、家具や探検など編成が整っている上級者にとっては、最速編成のメンバーとなるかもしれません。次に支援系です。200Hz 想定では主に耐久力に大きく関わってくるキャラです。一番総合力が高いのが超越2を。デバフ、防御力アップ、火力貢献どれをとっても優秀です。開幕1墓地を許容できるのであれば家具屋も優秀です。私は特に扇軸で可能性があると思っています。かぐやについては詳しく解説した動画があるので概要欄からどうぞ。イービアは攻防ともに優秀なキャラなのですが、役割を持てないので評価を下げています。ハロウィンリッチや浴衣バンピーなど、役割の多いキャラと組み合わせるといいかもしれません。次に耐久系です。全体の非ダメージを減らすことに貢献してくれるキャラです。水着アリーザは耐久だけでなく火力面でも優秀です。カウンター込みでハロウィンリッチと同等の火力が出ます。ただし途中で落ちる可能性もあるため、5番目にも適性のあるキャラを入れておきましょう。安定を取るのであればエスタリオラも優秀です。200Hz は敵の攻撃も苛烈なので、微量ですが毎ターン回復がいきます。ハロウィンベインは所持していればサブに編成しましょう。ちなみに私は未所持なので紹介するのはベインなし編成のみです。ジョブ、キャラの簡単な解説は以上です。それでは敵の行動パターンを考慮し、速度と安定性別に、候補の編成例を何種類か紹介します。ただし、まだ実際の敵が見えていないので、参考としてご覧ください。
前回の 200Hz の傾向としてはデバフやバフの数がかなり増えることが多いので現在の情報よりもよりシビアに考えた方が良いでしょう。まずは速度重視型、ある程度揃っている人用の編成です。まずは通常軸のマナダイバー、家具や探検を採用した通常軸です。敵のバフやデバフはバンピーや超越ルシフェルで対応し最短で討伐する編成です。クリスマスセルエルは非ダメージ減少目的での採用です。次はアビリティダメージ軸のマナダイバー、メリッサベルのカバオが6ターン目で発動し65トリガーで浴衣バンピーと交換する想定です。メリッサベルがうまく落ちない場合は最初からフロントバンピーでもいいと思います。次もアビリティダメージ軸のマナダイバー、ここから徐々に編成の敷居を下げていきます。週末のスキルは画面の表示と異なります。ゼピュロス編成は週末渾身、マグナ編成は週末ギレンデ、オメガも勇気でクリ確定にしています。ディスペルやスローの数も多いので安定性は高いと思います。次は敷居低めのマナダイバー、ここからは両面編成です。安定性を上げるために超越ニオとエスタリオラを採用しています。ゼピュロス編成は週末ギレン、マグナ編成は週末渾身で行ってください。次は安定性重視のランバージャック。ランバージャックは極地で強化され、超越ルシフェル並みに対応力があるアビリティがあります。デバフも主人公のみで完結できるので、採用キャラの自由度が高くて応用しやすいです。この編成もゼピュロス編成は週末ギレン、マグナ編成は週末渾身で行ってください。次は安定性重視の剣豪、開幕でかぐや一アビを主人公に付与するセミオート編成です。この編成はかぐやとシャルロッテが必須です。3番目のキャラはデバフができるキャラが必要です。今回はエミオを採用しましたが、ハロウィンリッチや水着デュエルでもいいです。次は安定性重視のパナケア、かなり耐久に寄せた編成です。50以降の立て直しの意味でクイック黒キリン設定です。ハロウィンベインを所持していれば、クロエの代わりに採用しましょう。この編成もゼピュロス編成は週末ギレン、マグナ編成は週末渾身で行ってください。解説は以上となります。はい、いかがでしたでしょうか。今回の敵はね、現状はまだそんな強いって感じてないですね。まあ、なんか単純なバフと、まあ、麻痺がちょっと厄介なんですけど、まあ、浴衣バンピーのマウントとか、そういうので全然弾けるんで、まあ、このままの感じだったら、まあ、結構そんなに厄介じゃないボスになりそうなんですけど、まあ、そういう意味も含めてね、早く 200Hz を今回の編成とかで試してみて、答え合わせがしたいですね、本当に。まあ、実際敵の強さがどうなるかっていう風なところにもよるんですけど、風子戦場ね、結構やっぱなんか編成が強化されたり、キャラが強いっていう風なところもあって、英雄ボーダーとか9万円ボーダーも結構伸びそうって言われてるんですよ。まあ、前回の土子戦場よりもおそらく確実に9万円ボーダーは伸びそうなので、まあ、15億以上、まあ、なんならめちゃめちゃ伸びたら20億に迫るぐらいの勢いとかはあるかもしれないんで、まあ、ちょっとそういったところのね、ボーダーっていうところも気にしながら、まあ、フルオートとか貢献度稼ぎっていうのをしていってもらえたらなっていうふうに思います。はい、ではこんな感じで今日の動画は終わろうと思います。よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。